乃木坂46の川崎さくら、咲きは正式には、辰咲きが9月26日、自身のブログを更新。足の骨折が完治したことを報告した。足を骨折していた川崎さくら、完治報告この日、川崎は足の怪我が予定よりも早く無事、完治しました。と報告。それに伴い、欠席予定だったミュージックステーションとガールズアワードのライブに出演できることになりました。と、29日放送のテレビ朝日系、ミュージックステーション3時間スペシャル夜6時50分と、30日に幕張メッセにて開催される日本最大級のファッション&音楽イベント、楽天ガールズアワード2023オータムウィンターのライブステージに出演できるようになったことも明かした。バル、また、怪我の期間でたくさんの人の優しさに触れ、たくさんの愛を感じました、と心境も綴り、皆さんのおかげで、乃木坂46のことがもっともっと大好きになりました。これからも頑張るので、またよろしくお願いします。と復帰後の意欲も語っている、川崎は8月24日に、公式サイトで、数日前に足首を痛め、その後病院で診察を受けた結果、骨折をしていることが判明しました、と発表。8月25日から4日間、明治神宮野球場にて開催された、乃木坂46真夏の全国ツアー2023、東京公演を全公演欠席していた。